カズマ、おやっさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやっさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやっさん、何があったんすか？登場会は。それに、錦は。あったのか、あいつに。いえ。あいつはあの10年前の事件から、すっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺は、あいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやっさん。もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ。行方不明って。それなんだが、弓は。おやっさん！風間のおじき、てめえ、お前、桐生、なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。島の、おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。大したやつに見えねえな。うん。うわぁ！ったぁ。覚悟せえよ。どれどれ、殺されていく。どれよ。どれどれ。やろう！おとなしゅう往生せいや、桐生。カズマ、逃げろ、カズマ。弓を、100億を頼む。行け！Good.
を返さんで。おれ、かかってこいや。ふざけたまねしやがって。Two!
かかってこんけ。
てけ。来いよ。ここは通さへんで。たった今、広域指定暴力団東城会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんたは寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん、風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが、風間の言ってたその100億というもの、やつは何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？4か？あんた丸棒に。10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家殺されて今はつまらねえヤクザの相手してる。
お前と同じ今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想尽かして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手風、あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はそのユミって女か。その二つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃないか。そうだな、わかった。お前何か手がかりあるのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。
こら、そっちがその気にさせたんじゃねえか。私知りません。勝手なこと言わないでよ。いいからこっち置いてって。何もしないんだからさ。嫌です。何を。おい、この野郎、舞ちゃん、こっち渡せよ。口の聞き方を教えてやる。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよ、この酔っ払い。くそ、知るか、ナンプス。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。私、舞って言います。もしよかったら
すぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか？美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな美人だなんて。でもよかった。ここ私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど、お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。私、男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんは舞のことどう思います？まだ会ったばかりだ、よくわからんな。だったらもう少しお互いによく知り合うべきですよね。舞のことお兄さんにもっともっと知ってもらいたいな、隅々までね。遠慮しないでね。舞のおごり、乾杯しよう。二人の暑い夜に。今は飲む気分じゃないんだ。どうして舞と乾杯してくれないの？お客さん、女の子泣かしちゃいけないんじゃないのか？ここで飲まねえのは男じゃねえな。お願いお兄さん、舞と乾杯しよう。今は飲む気分じゃないんだ。おいお客さん、こっちもボランティアじゃねえんだ。あんた飲みに来たんじゃねえのか？ね、お兄さん、マスターもこう言ってるし、乾杯しよう。飲まないと言ったろ。どうしても飲まれってのかい？睡眠薬入りだな、この水割り。どうしたのお兄さん？客を眠らせてぼったくる。マグロって言ったか？古い手だ。人聞きの悪いこと言うね。この女もグルだ、さっきの酔っ払いも。なかなか手が込んでるな。あんまりわけわからねえこと言ってると。なんだってんだ。あんま荒っぽいのは趣味じゃねえんだけどな。構うことねえ、やっちまおう。上等だ。わかった、あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、あの座礁ですが、ご迷惑料ということで、こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。いいだろう。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。
Thank you.
ほう。Oh.